藤田君それも何年か前発表したからいけるやろ、一回読んだら。いやさ、僕にとっては、うん、もう読んだらとしても、うん、今初めて出会ったの同じですから。あ、そうか、高一機能障害重たいからもう記憶が飛んでるから初めてなんやな。全くない、もう今初めて出会った文章と、まあ、何も変わらないオッケーオッケー、分かった分かった。ほな自分のタイミングで読んでもらえる。はい、はい、お願いします。言いましょうか。はい、タイトルからね。うん、いくよ。目に見えない障害である高次の機能障害と僕、当事者藤田智也さん、私です。1、受賞からの経過。平成16年の3月31日にバイクの事故で受賞し、脳挫傷、未満性軸核損傷と診断されました。ICU に1ヶ月間、リハビリ病院に6ヶ月間入院しました。退院後は自宅で両親と生活していました。就業生活支援センターで草むしりや何か物の組み立ての作業を行ってきましたが、受賞前と受賞前とのギャップや違和感が大きくて2週間で辞めてしまいました。その後トレーニングや卓球教室で通うようになって、卓球は学生時代の部活経験を生かして教える側に回って複数の場所で活動してきました。次、高次の機能障害の症状ですけども、私の場合は注意障害と記憶障害と右反則空間無視があります。まず注意障害は同時に2つ以上のことをすることができません。そして記憶障害は、着替えたことを忘れて1日何度も着替えたりして洗濯するようなこともあります。外出するときに道がわからなくなることも多いです。杖や傘などの忘れ物がすごく多いです。スケジュール帳に予定を記入するけれども、抜けている情報があると後で見返しても全くわかりません。そして右辺反則空間無視は右側にいる人や物を全く理解できないずによくぶつかります。次に今の生活ですけども、事故の後失敗 しないように両親が手厚いサポートをしてくれてました。守られた生活に対してそんなものだと思う一方で、家を出て独立してしたいという気持ちにもなりました。今はいろんな症状を持った仲間と一緒にいろんな場所へ行くようになって、人との関わりが広がったと思います。自分で行うことが増えたので、努力によって少しずつできることが増えました。自信にもつながりました。サカイチャレンジャーズの活動も精力的に行っています。スケジュール帳を常に持ち歩いて書き忘れやすさを補うようにしています。自宅にはキッチンタイマーをたくさん置いてあります。用事をすることによってそのそれぞれを使い分けるようにしました。
病院内でのスポーツジムに週1回通って PT やスポーツトレーナーさんに運動の方法を教えてもらって楽しく運動しています。以上です。今日はチャレンジャーズの、お弁当作りのお手伝いに来ています。今から、100食ぐらい作ります。2人で、うん、ちゃうかった10食ぐらい。そうですね、うん、10食作ります。Yeah.